私はコルシカムの騎士。リア様を害する者一人残らず刀の錆にしてくれよ。まったく、エイチの御蔵へマナを奪いに行く。使い魔の手違いでしょうか。それとも、この者に何か原因が。見た目はただの人間のようだがな。ああ、気づいたようだ。寝ぼけているのか。ずいぶんと間抜けな顔だな。いかがなさいますか、ディア様。お前に任せる、エスパダ。人間ごときに用はない。ではせめてこの者の魂を召し上がっては。最近あまりお食事なされていないでしょう。それも悪くないか。お前の作った菓子だけでは悪魔の上は満たせないから。どうした？身がすくんで動けないか。まあ動く必要もないがな。どうせこのまま死ぬんだ。ではお前の魂をいただこうか。なんだ、魂が抜き出せない。ディア様、どうなさいました。胸から石が。その石はまさかマナか。魂が奪えない上に自分の体からマナを生み出す。お前は一体何者だ。自分の名前ぐらいはわかるだろう。そうか、では光栄に思え。お前はこれから僕のものだ。ディア様、お前のそのマナを作り出す力は興味深い。僕の役に立つだろう。良いのですか、ディア様。こんな怪しげなものを城に置いておくなど。英知の御蔵へ使い魔を行かせた目的はマナを手に入れることだ。こいつがマナを生み出せるのなら最低限の目的は果たせたことになる。それに怪しげな人間ならすでに一人いるだろう。二人に増えたところで問題はない。しかし、くどいぞエスパダ。私はディア様の身が心配なのです。この者の存在が城に危険を持ち込むこともあります。ならばその懸念は当たっていたことになるな。その方から離れろ、最果ての悪魔よ。君の隣、人間と天使か。你说这天下的乌鸦它是一般黑的。何だ、混乱しているようですね。無理。私はアキレギア帝国のクロードだ。その方の混乱した、やはりそうでしたか。ではここシャグランでは古来より
三つの種族が争ってきました。すなわち天使、悪魔、そして人間。伝え聞く話では、と宝珠、そう、一つ一つに神の力が全部で九つあり、すべてを揃え神に。幼年期の同型の話はそのくらいでいいでしょう。肝心なのはですが、その争いもあるとより大きな問題、触れてしまうと種族を問わず体を、それがシャグランのあらゆる場所にあふれて、そして呪詛は瞬く間に広がっていき、とはいえ主は、神は、救いを求めた三種族が、マナは呪詛を浄化することのできですから、三種族は主から以来、その儀式は今日まで毎年続けられ、だが今年本来なら神からマナが授けられるはずの。ああ、そしてか、だからそう、君の、なるほどな。ディア様、魔獣だと。お下がりください。この魔獣は私が始末いたします。僕を退屈させないでくれ。さっさと終わらせてやる。行くぞ。行くぞ。面倒だな。行くぞ。行くぞ。面倒だな。行くぞ。エスパダ、茶と茶菓子の用意。もったいないお言葉です。悪魔王子と操り人形。